はい、どうも。いや、1男あれば2男、2男あれば3男ということで、まさかの事故渋滞。ここ3車線3車線なのに事故渋滞ですよ、まさかの。マジでって感じなんですけど、まあ、僕はねピンチをチャンスに変える男ですからまあすかさずね動画の方を撮ってるんですけど、まあ、今回ですね、なんだ、まあ、成田山行って、あの動画撮ろうと思ったんですけど撮れなかったわけですよね、で、まあ、またもう一本撮りますけど、いや本当ね、まあ今日気づきですよね。気づきというか、やっぱあれなんですよ。まあこの渋滞に関しても、まあ現実は変えられないじゃないですか。まあいくらムカつこうが、いくらこう腹を立てようが、まあ渋滞は解消されることはないわけですよ。まあよくプラス思考みたいに言われますけど、あの怒ってしまったことはもうしゃあないので、まあそれをね、タイムマシンに乗らない限り無理なわけですよ。でタイムマシンなんていうのはないので、怒ってしまったことに対してどう考えるかによって全て変わるんですよね。例えば、まあ今回、まあ僕目的はですよ、目的はこのこれですよね、このこいつで成田山をいい感じで撮る予定だったんですよ。目的はね、目的はそのために行ったわけですよ。だけど目的が達成できなかったわけですよね。まあでハプニングというか、電池が切れちゃって、でそこでもう最悪は、で僕も思いました。もうマジで成田まで来てここ、それみたいな、マジでみたいな。まあ反省点はあるんですけど、勢いで来たんで、まあでも電池買えばいいかなと思ってたんですよね。まあ電気屋さん行けば電池売ってるだろうと思って、で電池買ったら合わねえみたいなねマジでみたいな。で1600、結構その電池高かったんで3つ買ったんですけど、1900円ぐらいしましたよ。1900円使って電池買ったけど、まず使えないとお1900円俺のみたいな。でその電池炭酸とかじゃないので使い道がないわけですよ。だからほんと使い道がない買ったところで、まあね、炭酸とかだったらまあ、あれでしょ、まあ使い道はあるでしょう。ただあの電池はね、使い道がないわけですよ、使い道が。だからまあどうしようかなと。電池ね、電池ほんと使い道ないですからね。あるか、これなんかね、特殊な形なのかわかんないですけど、あんま型が出てないというか、このなんかこれ、こういうやつです。これちょっと見づらいですけどね、これなんかデジカメとかになんか使えるらしいんですけど、まあ使わないよね、これ使わない。で1900円ぐらい、まあ一つ600円ぐらいだったんですよ。で6318、1800円で消費税入れて、まあ1900円ぐらいですよ。でうわマジで、しかも返品できないわけですよ。まあ開けちゃってるから全部、うわと思って。いやでももう交換もできないわけじゃないですか。まあ開けちゃってるから、負も、いやそれ変えられないからよしと。で僕はそこで気持ちを切り替えたわけですよ。どうやって切り替えたかっていうと、あ待てよと、これ全国の皆さんの中に、もしくは世界の皆さんの中に、あの僕と同じような失敗をしてる可能性があると、このなスタビライザーを買った人がね、お待てよと、じゃあこれ動画に撮れるじゃないかと、その電池を家電量販店で買う前にみたいな、まあ、でまあちゃんと調べてから買いましょうみたいなね。であとこの電池は合わないですみたいな動画作れば、まあそれを買おうとして検討してくれてる人にはコンテンツになるじゃないですか。あそういうことかと。多分ね海外製なんで、なんかね電池がちょっと大きかったっすね、あのデフォルト本体のやつが。
わ、バリ混んでるな、すげえ混んでるぞ。あ、分かった、3連休だからっていうのもあるのかな。普通ここね混まないんすよ、混まないっていうか、まあ事故するような、どうやって事故するんだろうっていうぐらいの、まあまあ三車線、シャンシャン、シャンシャン線なんで、うん、でもあかん、マジでもう真っ赤ですよ、渋滞で。マジか、やっちゃったなこれ、結構時間かかるぞこれ。うん、まあ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 、でもまあそれでまあ話飛びましたけど、あのまあよし動画撮ろうと、うん、その電池用の動画撮ればいいかなと。でその1900円僕はまああのマイナスになったわけですけど、まあそれを動画を1本作ることによって、今後まあこの機種を買う人、まあ全世界の人たちに対してコンテンツが作れたっていうきっかけができたわけですよ。で僕がもしその電池をその買って失敗しなかったら、そのコンテンツっていうのは永久に作れなかったわけですよね。だそう考えるともうラッキーじゃんと。もうこれ電池を1900円ね、あのマイナス食らったかもしれないけど、これを食らったことによって動画作れると。であわよくばその動画を見てくれて、まあ、僕に興味持ってもらって、で僕の商品買ってもらえれば、まあ、一瞬でペイじゃないですかそんなの。うんね、1000円の商品 2人に買ってもらえばもうペイなんで、うん、おー、まあ、よかったなと、まあ、切り替えたわけですよね。うん、で今度じゃ まあ成田山にとりあえず着きましたよ。うん、で着いてまあまあ動かないわけですよね、スタビライザーで。どうしようかなと、当初の目的はスタビライザーでいい感じの動画を撮るっていう目的だったわけですよ。でその目的ができない、どうしようと。よし、インスタグラムの写真撮ろうと。だから僕はねビデオから写真に切り替えましたよ。ビデオから写真に、で写真撮りまくって、で、まあ、せっかく来たからこれ写真だけだともったいないと、私動画撮ろうと。まあ動画も別に、まあ、今回ですね、まあ、マイクも何もないし、その風景をこう撮ろうとしてたんで、別に音声は消すんで、編集の時にあいらないかなと思ったんですけど、持ってなかったっていうかね、持っていかなかったんですよ。いやここから渋滞かよ、ここから渋滞6キロ自己渋滞、まさかの。まあいくら言ってもねこの渋滞は解消されないですけど、まあそれでまあしょうがないと、あしょうがないじゃない、もったいないっていうことで、僕はもう手動でこのカメラを回しましたよ、カメラを。うん、で動画撮ってたんですけど、あのもしですよ、もしこれも考え方なんですけど、万が一もし僕がスタビライザーで動画撮ってたら、多分その風景の動画しか撮れなかったと思うんですよ、風景の動画てか撮らなかったと思うんですよ。で日も暮れ始めてたんで、多分このスタビライザーがのやつが動いてたら、多分その風景の動画を撮って終わりだったと思うんですよ。だけどこれが使えなかったことによって、今回僕はその解説ナレーションで、まあこう自撮りでこういう風に、まあ、成田さんどうよみたいな感じで撮れたわけですよ。うん、あラッキーだなと。うん、これもしそのスタビライザーが壊れてなかったら、まあ、その動画を一生というか、まあ撮んなかったんで、まあこれもまあまあ良かったんじゃないかなと。うん、まあいずれにせよまたリベンジすればいいだけの話なんで、まあそんな感じですよね。でその後ですよ、その後よし帰るかと、よし撮影して疲れたなと帰るかなと思ったら、今度、まあ、高速入ったら、まあ、渋滞ですよ。下道で行くか上か迷ったんですよ。これ絶対、まあ、みんなあの車運転されてる方だったら迷うと思うんですよ、下で行くべきか上で行くべきかみたいなね、迷うと思うんですよ。で僕はまあまあ、 上の方が早いだろうと思って、入った瞬間に渋滞ですよ。びっくりした
いや2016年もね多分ねこれね山あり谷ありですよ。だってここが事故渋滞するってまずありえない、まあありえないですよ。3車線でねどうやって事故するんだろうっていう、まあ、安全運転してくれよっていうね、うん、まあ僕も人のこと言えないですけど、まあ狭い なんかね見通しが悪いとかだと分かるんですけど、これどうして事故したのかなっていう、まあずっと、まあちょっと事故の現場まで行ってないんで分かんないですけど、まあ3車線でずっとまっすぐの道なわけですよ。これどうやって事故るんだろうみたいな、うん、まあそんな愚痴を言ったところで変わんないですけど、あみんな降りていくな、みんな下に行くな、下に切り替えてますね、下に切り替えた方がいくか。これねまた人生の岐路ですよね。このまま渋滞で上を走るのか、それとも下に乗り換えるのか、これね運転されてる皆さん絶対迷うと思います。一度は迷ったことあると思う、渋滞に巻き込まれた時で。結構ね下行ってるな今、うん、いやまあ僕は上で行きます。上で、まあ動画も撮ってるんでね。でね、この僕の車はこのミッションっていうオートマじゃないよ、マニュアル車なんで、まあ、渋滞しんどいんですよね、うん、渋滞しんどい。ハンクラッチ、まあ男性の皆さんだったらまあマニュアル車で撮ったかもしれないんですけど、まあ最近は男性でもオートマ限定通る人もいるみたいですけど、こうね、ハンクラね渋滞の時ねマジでねしんどいんですよ。このね普通に車が動く時はこうガチコンガチコンガチャンみたいな感じで入れるのがすごく楽しいんですけど、まあ渋滞は最悪ですよね。もうハンクラみたいな。でもこれも考え方で、オートマだったらですよ、何も考えなくていいわけですよ。オートマ車だったら要はブレーキ踏んどけばいいわけじゃないですか。オートマだったら勝手に前に進むんでブレーキ踏んどけばいいわけじゃないですかね。でもマニュアル車だとハンクラちょっとミスると、まあエンストするわけですよ、エンストね、うん、で僕のクラッチって結構その3層のなんかが入れてるので結構ねポコーンって上がってくるんですよ、ポコーンみたいな。だから普通のノーマルのクラッチじゃないんでポーンみたいな、ポーンみたいな感じなんですよ。だからちょっとね集中しないと、まあ、エンストこくわけですよ。でエンストこくと恥ずかしいじゃないですか。だからまあ運転に集中するわけですよ。だからということは事故りづらいってことですよね、うん、事故りづらい。これもどう考えるかですよね。オートマで適当にこう何も考えなくてもこう油断してても前に進みますからね。オートマの場合は油断してても前に進む。だからこうみたいな感じでね、ちょっとああやべえみたいな、ブレーキバーンみたいなね、なんか後ろからケツ掘っちゃうみたいな、まあまあミッションだとないっすよねそれ。多分ハンクラに気をつけないと、なんだ車止まっちゃうんで、これもね考え方ですよね、うん、逆にまあ渋滞入ってまあこれきついとハンクラだけど事故る確率は、ケツを掘る確率は限りなく少ない、限りなくね、まあ 0% ではないかもしれないですけど限りなく少ないと思います。オートマ車に比べると、まあオートマ車油断したらもうスーって行っちゃいますからね、スーって。うん、でもミッションはそういうことないですからね。いやほんと進まねえな、でもこれやべえぞ。あ、この赤ったアウトレットモールができたからか、この堺のアウトレットモールからの帰りか。アウトレットモールが近くにあるんですよねこの確か、うん、いやーまさかのまさかまさかちゃんですよ。でもここ渋滞するって、まあ僕そんなにこの道通んないですけど記憶にないですね渋滞に。いやほんと1難あったら2難3難ですよね。
人生何が起こるか分かんないですよ。まあ2016年も多分怒涛の年になるとは思うんですけど、まあ何が起こっても物事一つの考え方ですよね。で逆にこの渋滞しなかったら僕はこの動画は撮ってないんで、まあ一つまたコンテンツができたわけですよ。車に移動しながらコンテンツ、でね、人間ってあの時間を消費していくだけなんで、まあ渋滞に入った瞬間にまあムカついても何もそこから生まれないじゃないですか。生まれるのはムカつきだけみたいな、ムカつく感情のみみたいな、渋滞に巻き込まれてなんだこれみたいなね、ムカついても何も生まれないわけじゃないですか。生まれるのはあのムカつく心イライラする心だけじゃないですか。だから僕はおっしゃ渋滞来たぞと、渋滞来たと、よし動画撮ろうみたいなね、いやこれでもね、でも僕はこの動画を撮ることによってまあね、たくさんの人に見てもらえないとは思うんですけど、あのまあ一人でもいいと思ってるんですよ。一人でも見てもらってなんか感じてもらえばそれでいいじゃないですか。でも渋滞巻き込まれてムカついてても何も与えることできないですよね。何も与えることができない、何も与えることができない、しかもさらにムカつくみたいな、だからそこの考え方ですよね。本当考え方次第で人生は変わるということをお伝えしたいんですけど、まあ、僕も人間ですからやっぱムカつきましたよ今日は。さすがに成田まで来てこれみたいな、マジで動かねえしみたいな電池買ったけど合わねえしみたいなねマジかみたいな。まあでもそこからね何を学ぶかなんですよ本当に。だまあそのもう一つ一本作りますけど、その電池が合わなかった時にやっぱ僕のやっぱあのそこから学ぶべきポイントがあるわけですよ。もう言っちゃおうかな、まあここで言っちゃうとまた動画撮れなくなっちゃうからな、まあここで言ってもいいでしょう。また次の動画、まあこの動画と次の動画見るか分かんないんで、言っときます。まあ本当になんだ、電池買う時にまあ、僕10分ぐらい一応ちょっと特殊買ったことがないサイズだったんで5分10分ちょっと見たんですよ、これかなっつって。でこの電池も持ってってでこう見比べたんですよ。見比べた、あこれ間違いないと、これこのサイズしかてかそのサイズがそれしかないんですよ。サイズ的な大きさの見ると絶対これだと。で僕は店員さんに一言も聞かず自分の判断でその電池を買ったわけですよ。で明らかにそのまあ日本の電池って単3と単4とかそのサイズ規格があるじゃないですか。でまあまあそのサイズっぽいやつがそれしかなかったんですよ。だからもうそれしかないじゃないですか。だからなんかこれ絶対そうだろうと思って買ったんですけど、そしたらなんか規格が違うんですよね。てかもう合わない、ほんのちょっとだけ小さかったみたいな、ほんのちょっとですよ、多分ね2ミリか1ミリぐらい小さいか大きいかの差です。でそれで、まあ、入れてみたらスカスカになっちゃって、で結局まあ電源使わねえみたいな。でそこから何を僕が学んだかっていうと、要は固定概念を捨てろってことですよね。固定概念、これが正しいっていうのは危ないってことで、そう思うとダメってことですよね。要はそれを思っちゃうともうそれしか見えないんで、やっぱ自分の判断が正しいとか、やっぱ人間って思いがちじゃないですか。で僕なんか結構家電マニアなので、やっぱ電化製品買う時とかは別に店員さんに聞くことってほとんどないんですよ。自分で調べてこうやってるんで、で今回もその要は過剰というか、自信過剰になってたっていう、まあ多分これでいいだろうみたいなね、多分これでいいだろうみたいな、それって店員さんに一言聞いとけば別にそのミスってなかったわけじゃないですか。だからそこで自分が自信過剰というか、多分これでいいじゃない、これ絶対これだよみたいな思って買っちゃって、でもし店員さんに聞いてれば1900円の損失はなかったわけですよね。ああだからいいことも学んだなと、いいことも学んだし、でさらにこれで動画も作れるし、まあ、結局はラッキーやんみたいな、ね、結局はこれ全部
全部なんかその失敗から学べたし、でさらに動画も作れるし、同じような失敗を多分する人いると思うんですよ、全国には一人ぐらいは。まあこの機種がそんなに売れてないのであれかもしれないですけど、だって家電量販で言ったらね、あのサイズだろうと思って買う人いると思うんですよね。うん、なあと説明書もあんま僕見てなかったんであれですけど、多分専用のね電池だなのような気がする。まあでも電池、まあ電気屋行けば売ってるだろうと思ったんですけど、あんま買ったですね。であとはそう学んだことは、その電池の減りが早いってことです。これの電池の減りが1時間持たねえんじゃねえかなっていう、結構電池の減りが早かった。多分このスタビライザーのそのなんだ、結構その精密機械なんで、多分めちゃめちゃ精密に動くんで、多分パワー使うと思うんですよ。でそれで持たなかったのかなっていう、多分1時間使ってねえんじゃないかなっていう、いやめちゃめちゃ寿命短くねみたいな。うん、だそれも学びました今回。要はじゃあネットで調べて予備の電池買っとかんとあかんなっていう、ちゃんと調べてっていうのを学んだし、これ使ってみないと分かんないじゃないですか、どれぐらい電池持つなんていうのは。この前初めて使って、今回2回目で充電せずに来たんですけど、まあいけるかなと。まあ説明書読んどけばまあいいって話なんですけどね。どれぐらい、多分説明書読めば、ちゃんと読めば多分どれぐらい持つって書いてあると思うんですけどね、読んでない。まあ説明書ってあんま読まないじゃないですか。スマホの説明書読みます？読まないですよね。やっぱねじゃあそれも初心に戻って、やっぱ説明書をちゃんと読むべきだなとかね、なんかいろいろ学ぶポイントってありますよね。だから説明書事前に読んでて、この1回の充電でどれぐらいの連続でこう機械動かせるのかって知っとけば、僕はあもうこれぐらい容量使ってたから、充電器持ってけばよかったなっていう、もう持っていけるっていうような考えになったかもしれないし、まあいいかと思って、じゃあ充電器をバッグの中に入れるか入れないかを迷ったんですよ。まあそれがその特殊な充電池なんで、特殊なその充電池の専用の、まあ、充電器っていうのがこの付属されてるんですけど、まあかさばるんで、一回その持ってこうかなと、まあ万が一電池切れたらこう充電できなくなるから持ってこうかなと思ったんですね。バッグに入れようかなと思ったけど、まあいいかと、まあ持つだろうみたいなね、全然まあそんな使って1時間も全然使ってないし、まあ持つだろうみたいな思ってたんですけど、まあ持たなかったと。まあまあ本当にね、生きてればちょっとしたことですけど、なんかそういうのあるじゃないですか。でもそこから僕たちは何を学んで、でそれをなんだ、どう表現していくのか、その学びを、学んだだけじゃ何も生まれないわけですよね。で僕は学んだらすぐそのこういう動画撮って喋ったりとかしたりとかアウトプットするわけですよ。でほとんどの人は、まあ、僕もいろんなお客さん見てますけど、ほとんどの人は、まあ、学ばない人もいますけど、学んでも結局それをシェアするというか、それがないんですよ、学んだ後の。だから頭の中に知識が入ったとしても何も形にできないわけですよ。結局形にできないってことは何もそこから発展がないんですね。自己満で終わるんですよ。それじゃダメじゃないですか。だからそれってこれですよ、多分僕は高校の受験勉強とかしたことがないんで、まあスポーツ推薦で全部高校大学入ったんであれなんですけど、受験勉強された人いると思うんですね。じゃあ受験勉強して、それって受験勉強してテスト受けないのと一緒じゃないですか。勉強だけめちゃめちゃ頑張って、受験勉強めちゃめちゃ頑張ってテスト受けに行かないって、これ何も生まれないですよね。何も生まれないじゃないですか。もう一度言いますね、受験勉強して、勉強しましたと、知識頭の中に入りました、だけどテスト受けに行かないみたいな、それ何も生まれないですよね。高校も大学も行けないですよね、それだと。行けなくないですか。
どれだけ試験勉強勉強しても高校の入試に行かない、大学の入試に行かない、これ、何も生まれないじゃないですか。だから僕もいろんなお客さん見てますけど、めちゃめちゃノウハウは買ったりとかノウハウ勉強する人いるんですけど、まあ、それをアウトプットする人が少ないんですよね。じゃあそれだったらアウトプット少なかったら絶対稼げるわけないやんって話で、だから僕が結構言うのがインプット1アウトプット10、まだ10対1です。もうインプット1したらアウトプット10しろみたいな、それぐらいのことをやっていかないとダメなわけですよ。アウトプットインプット1アウトプット1だったらこれ波なんですよ。当たり前じゃないですかそんなのは。だってそれが当たればいいですよ。当たれば、例えば受験勉強の例え話だと、受験勉強します、じゃあ一つだけ受けるみたいなね、高校入試一つだけ受けるみたいな、まあ受かればいいですよ、受かればいいですけど、大体って3とか4つ受けないですか、保険とかで。受けますよね多分。だから1つしか受けない人ってあんまいないと思うんですよ。もちろんなんか推薦とかあれば別かもしれないですけど、まあ僕なんかスポーツ推薦だったんで1つの高校大学しか受けなかったんですけど、普通の人って、受験勉強する人って多分一つってないと思うんですよ。まあ何個か第三希望とかね、まあまあ受けると思うんですよ。でそこ落ちたらどうすんのって話 でそれと一緒で、勉強してアウトプットするときに、試験勉強するときに何個も受けますよね。それは外れた場合とか完備してやるわけじゃないですか。でそれって一緒じゃないですか。なんかそのネットで稼げるっていう方法を学んで、一つアウトプットする、いやそれで当たればいいですよ。当たればいい。当たんなかったらもっとやらないといけないわけじゃないですか。で、ま、でさらに言うと、ネット初心者ですっていう人がじゃあ当てられんのかと野球戦プロなんだだって、まあ、新米ルーキーで高校時代ですよ、めちゃめちゃ活躍してた人がプロ野球選手になって、いきなり大活躍する人ってあんま僕本当にね、稀だと思うんですよ。あんま聞かないんですよ。なんか高校時代ルーキーだったのにかかわらずプロの世界入ったら全然ダメっていう人結構いるじゃないですか。わかります？高校時代めちゃめちゃルーキーだった人ですらプロ野球入ったら全然ダメ で2年3年頑張ってようやく花開いたりとかする、もしくは初動行ったとしてもまた挫折があったりとかするわけじゃないですか。だつまり野球始めた、全く始めて野球始めた初心者の人がいきなりホームラン打てますかって話、打てるわけないじゃないですか。打てないでしょ。ということはいっぱい練習してアウトプットしていっぱい試合出てやんないと、こう勝てるわけないんですよね。だから1学んだら10ぐらいやらないと絶対無理じゃないですか。だけどそこを理解しない人が結構多いんですよね。なんでかなっていう。だからそれは何だろうな、普通の何だろう、生活というかそういうのは当てはめれば、その間違ったこと僕言ってないと思うんですけど、当たり前のこと多分言ってると思うんですね。あ、やべやべ、ほら気を抜くと演奏しちゃいましたよ。気を抜くと演奏ですね。きつい。これいつつくんだ。全然すまねえマジで。まあ動画でこう喋ってるんでもう30分ぐらい話してるか。まあ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 いいでしょう。30分の動画できますよ。いやーほんとね、あれですよね、僕はなんだろうな、やっぱ10年間ぐらい、まあこの2005年にインターネットでお金稼げるんだっていうのを知って、まあ、ずっと見てきましたけど、その見てきて、であとはまあお客さんですよね。同じ商品買ってうまくいく人もいればうまくいかない人もいる。でうまくいかない人はあなただからできるんでしょって言うんですけど、僕からすると客観的に見て、その全く初心者の状態
で全く初心者の状態で始めて結果出てる人いるんですよ。だから A さんと B さんの違いってないわけですよ。客観的に見てるわけですから、両方見てるんで、両方というかもういっぱい見てるんで、でまあこれどっかの動画で言ったかもしれないですけど、ある、まあ、25歳の子だったかな、うちの商品10万円の商品買ってくれた子がいるんですよ。うちの商品10万円で23か5かな。でその子ってスマホで商品買ったんですよ。10万円の商品をスマホで、もうスマホでなんか受注管理画面見たらアイソフトバンクだったんですね。アイソフトバンクみたいな、まあメールアドレスがですね、えこれスマホで10万の商品買ったのみたいな思って、おなんかすげえなーと思って、でその後なんか数ヶ月経ってからなんかメールが来たんですよ。メールが、そしたらあの教材通りにやったら結果が出ました、ありがとうございますと。おすごいじゃんと、教材買って数ヶ月でその結果出て、人生で初めてそのブログから収入が上がったという報告メールをもらったわけですよね。じゃあそれすげえからちょっとインタビューさせてくださいよっつって、インタビューとか、あと、まあ、僕も居酒屋で直接お会いしていろいろ話を聞いたりとかしたんですけど、もう話を聞いて驚いたのが、その時その25歳か23歳だったかな、あのその青年はですよ、パソコン持ってなかったんですよね。パソコン持ってない、要はだからこれもちょっとカルチャーショックだったんですけど、まあスマホ神みたいな、スマホでインターネットできるしパソコン持たなくてもいいじゃんみたいな感じで、パソコンその子は持ってなかったんですよ。だから全部ネットはスマホだったんですね。でうちの教材買って、あこれはちょっとパソコンあった方がいいぞっていうのに気づいて、そっから初めてパソコンを買ったわけですよ。初めて、人生で初めてパソコンを、人生で初めてですよ。だからパソコン初心者なわけで、完全なるパソコンてか、パソコン持ってないんだもん、商品買った時点で。商品買った時はスマホで買ってるわけですから、その子はもうパソコン初心者のうんぬんじゃない、パソコン持ってなかったわけですよ。パソコン持ってないの買ったみたいなね。うん、まあスマホでブログも投稿できますけど、まあまあパソコンあった方がいいんで、でその子はパソコン買ったわけですよ。で数ヶ月で結果出してるわけですよ。でその子に話を聞いた時に言ってたのが、そのプロバイダーのつなぎ方もよく分かんなくて、業者さん呼んでくっちゃもんだあったっつってました。そのネットすらどうやってつなげんのみたいな、そっからですよ。そっからスタートして、彼は1,2 ヶ月で多分4万か5万ぐらい稼いだって言ってたかな。でそれでありがとうございますみたいなメール来たんですけど、うん、じゃあなんでその子が、うん、そんな状態から稼げたのかっていうと、あのね、彼はねなんかベースがあったんですよ。ベースがどういうベースかっていうと、まあ、その子は普通にサラリーマンというか、まあ、普通の会社員で仕事してる子で、でなんか確か運送屋の倉庫のなんかあれだったかな。だからその年末とかお正月とか超忙しいらしいんですよ。要は今って通販とか即日配送とかじゃないですか。すぐに届けますみたいな、明日楽、まあ、楽天とかだったら明日届きますよとか、 Amazon でも次の日、まあ、注文したその日に届くとか、もうありえないぐらいのスピードで配送するじゃないですか今って。でそれを売りに Amazon とか楽天さんやってますけど、でもその下請けってめちゃめちゃ大変みたいで、じゃあそれを配送してる会社さんってもうやばいらしいんですよ。でまあ、その子がめちゃめちゃ、まあ、時間があるのかって言ったら時間ないわけですよ。そのね、会社で働いてる、そういう会社で働いてるわけですから。でもなぜ結果が出たのかと話を聞いてて、あそういうことかなって僕は思ったわけですよね。うん、なぜ結果出たと思います？なぜ、うちの商品10万円でスマホですよ、スマホから10万円で買って、でそのあれですよね、そこからパソコン買ったみたいな。パソコン初心者でもできますかじゃなくて、パソコン持ってへんですよ。まあ今インターネットで 95% の人が、5000円すら稼げないっていうのをずっと言われてて、僕もずっと見てきて、まさにその通りだなとは思うんですけど、彼はパソコン初心者も、そのパソコン持ってない状態から数ヶ月で
あの2ヶ月ぐらいで5万円ですよ、ブログから。でブログもやったことなかったわけですよね、パソコン持ってないしなぜだと思います、これ。不思議だと思わないですか。まあこの動画見られてる方で、まあいろいろ何やっていいかわからないとか、なんだろうな、うん、いろんな教材買ったけど稼げへんとか、まあいろいろな方いらっしゃるかもしれないですけど、その子は、うん、そんな状態ですよ。本当にネット初心者もいいところですよ。プロバイダーのネットのつなぎ方すら分かんない状況から、2ヶ月足らずで5万の初、人生で初めてインターネットからの収入を得たわけですよね。で実際にうちのその10万円の教材買って結果が出てない人もいますからね。結果が出てない人、まあ詐欺だみたいな。 でしかもなんだ、その教材って返金保証つけてたんですよ。で返金保証来たお客さんも結構いましたからね。いや返金保証したってことは、まあ、満足してないってことじゃないですか、結論。10万円の返金、その返金保証つけたんですよね、その時当時で。返金保証が何名か来たわけですよ。じゃあその何名かって結局それ見ても稼げなかったし、まあ稼げたら多分返金しないと思うんですよ、まあ普通の人であるならば。普通の人であるならば、まあ、稼げてさらに返金申請する人ももしかしたらいるかもしれないですけど、多分稼げなかった、もしくは なんだこれと思って、そのままだったと。で、返金してもらおうみたいな感じの流れが、まあ、まあ正常だと思うんですよ。だけど彼は稼げて、で、メールを送ってきたわけですよね。なんだと思います、これって。同じ商品ですよ。で同じ状態というか、全くそのネット初心者というか、ネットすら分かんないと。そんな子が稼げてて、である一方のお客さんは、まあ、価値がないっつって返金申請するわけですよ。これ何なんだと思います、本当に。何だと思います。